レッドウィロー軍はアメリカ合衆国のネブラスカ州にある軍。2000年時点での人口は1万1448人で軍庁所在地はマクック。ネブラスカ州のナンバープレートでレッドウィロー軍の車両は最初の数字が48になっている。これは1922年にナンバープレートの制度を確立した際。 レッドウィロー軍の車両登録台数が州内の軍の中で48番目に多かったからである。レッドウィロー軍は1873年に組織され、軍の名はカンザス川の支流、リパブリカン川のさらに支流のレッドウィロー川にちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国政調査局によると、この軍は総面積1860平方キロメートルである。 このうち1856平方キロメートルが陸地で、4平方キロメートルが海や湖などの水地域である。総面積のうち0.19%が水地域となっている。2000年の時点での軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、レッドウィロー軍には11448人、4710世帯及び3188家族が暮らしている。 人口密度は6平方キロメートルで3平方キロメートルの平均的な密度に5278件の住居が立っている。この軍の人種の構成は白人97.55%、黒人0.16%、先住民0.38%、アジア系0.17%、太平洋諸島系0.02%、 その他の人種0.93%及び根結0.80%で2.45%の人々がヒスパニックまたはラテン系である。レッドウィローグに住む4710世帯のうち30.20%は18歳未満の子供と暮らしており、57.50%は夫婦で生活している。7.20%は未婚の女性が接待種であり、 32.30%は家族以外の住人と同居している。28.60%は独居で、全世帯の13.50%は65歳以上の独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.37人であり、家庭の場合は2.92人である。軍の住民は24.90%が18歳未満の子供で18歳。 以上24歳以下が8.80%、25歳以上44歳以下が24.60%、45歳以上64歳以下が22.60%、及び65歳以上が19.00%となっている。平均年齢は40歳である。女性100人に対して男性は93.90人いて、 18歳以上の女性100人に対しては男性は91.30人いる。軍の世帯ごとの平均収入は32,293米ドルで、家族ごとでは42,279ベ米ドルである。男性の27,768米ドルに対して女性は18,768米ドルの平均的な収入がある。 この群の一人当たりの収入は16,303米ドルである。総人口の9.60%、家族の7.60%は貧困線以下である。18歳未満の子供の11.40%、および65歳以上の7.60%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。